皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は久々にハードオフで買ってきたジャンク品のご紹介です。確かにハードオフのジャンク品紹介久々な気がするわね。緊急事態宣言等でなかなかハードオフ巡りができてないので、そろそろハードオフ巡礼もしたいところですね。ということで今回の購入品はこちらになります。え、その箱ってライゼン5 5000番台？そうなんです。今回はこちらのライゼン5 5600ではなく、ライゼン5 2400G になります。嘘かよ。失礼いたしました。ということで本当の中身はこちらになります。改めましてライゼン5 2400G となります。こちらはハードオフで6600円で購入してきました。あれ、値札は？それがこちら、このまま袋に入ってました。なのでプラケースを用意してそちらに入れ替えちゃったんですよね。まあ確かにピン丸出しは怖いからね。ピンのお話が出たので、一応ピンの状態もチェックしたいと思います。今回は動画でいろんな角度から撮影してみました。かなり近いものを撮っているので、ピントが合ったり合わなかったりですみません。見た感じではピンが欠損しているところはありません。若干曲がったりしてる部分もありそうな気もしますが、まあよくわかりません。とりあえず見た目には折れてるピンはないってことね。ですです。では動作確認の前に簡単なスペックのご紹介です。こちらの 2400G は4コア8スレッドで、ベースクロックが 3.6GHz、 最大クロックが 3.9GHz となっております。内蔵グラフィックとしてラデオン RX ベガ11グラフィックスが搭載されています。内蔵グラフィック？はい、なので今回のこちらは CPU ではなく APU となります。 APU とか CPU とかよくわかんないわね。ではそんなシュラミちゃんに問題です。えCPU とは何の略でしょうか？え、CPU、はい、残念不正解です。いやまだ何も答えてないじゃないのよ。待ってたって答えでないでしょ。まあ確かに。正解は、Central Processing Unit になります。なぜネイティブ？では第2問。え、まだあるの？では APU とは何の略でしょうか？え、A だからアシスト。はい、残念不正解です。いやだから早いって。と視聴者の皆様なら秒で答えられますよ。え、本当？きっと秒ですよ、秒。ということで答えは、Accelerated Processing Unit になります。え、なんだって？だから、Accelerated Processing Unit ですね。絶対あんたもわかってないじゃん。でも面白いのが、和訳が加速処理装置ってなるんですよね。内蔵グラフィックがつくと加速するの？よくわかりませんが加速するみたいです。では続いて動作確認行ってみましょう。シュラララ。まずは検証機のご紹介です。今回は X47 と思ってセットし終わってみたら X570 マザーボードで検証いたします。本当は X470 で検証した方が良かったんですが、電源とか全部セットした状態で気づいちゃったので、このまま X570 で検証したいと思います。え、X570 じゃダメなの？こちらが AMD のマザーと CPU の対応表なんですが、X570 は基本的に第2世代 APU にも対応はしてるんですが、発売時期によっては対応してないみたいで、ここら辺は調べたんですがよくわからなかったので、もしかしたら X570 でも動かない第2世代 APU もあるぐらいでいいかなと。じゃあもしかしたらこの検証機では動かないかもしれないわけね。ですね、そしたら X470 に変えます。最初っからそうしなさい。では CPU じゃなかった APU をマザーボードに取り付けていきます。ピンを折らないようにマザーボードに乗せていきます。あれ？どうしたの？いや、ソケットに APU がうまくはまらないんですよね。普通ならスッと入るところなんですが、なんか画面の左側がなかなか入ってくれません。つまりピンが曲がってる。パッと見そんなことなかったんですが、ミリ単位で微妙にずれているのかもしれませんね。仕方ないので、ちょっと上から押してソケットに入れてみました。グリスを塗って、ディテールクーラーもつけて、検証機完成しました。マザーボード以外の検証パーツは左に書いておきます。それでは早速動作確認してみましょう。スイッチオン。果たしてつくのか？それともやっぱりジャンクなのか？何回か再起動しているみたいですが、やっぱり壊れてるのかな？ソケットに入らなかったし。
なんとバイオスが立ち上がってきました。こちらがバイオス画面になります。きちんとライゼン 5-2400G で認識されてます。なんかなかなかつかなかったから、 APU がダメなのか、もしくはマザーがやっぱり対応してないのかと、ちょっとドキドキしたわね。私も久々に起動時にドキドキしちゃいました。それではこちらに Windows を入れました。キャプチャーがうまくできてなかったんですが、タスクマネージャーや CPU-Z はきちんと認識されていました。せっかくなのでそのままシネベンチ R23 を回してみます。結果はこちら。マルチが4525ポイントで、シングルが876ポイントでした。最大温度はリテールクーラーで81度と、まあ使用できない範囲ではないですね。4コア8スレッドなのでそこまで強くはありませんが、性能比較でいくと i7-4790 と i7-6700 の間ぐらいの性能でしょうか。ではせっかくなのでゲーム系もやってみましょう。シュラララドラゴンクエスト。設定はフル HD の最高画質、フルスクリーンでやっております。このベンチマークも久々ね。そうですね、このぐらいからスタートがいいかなと。ただ結構 FPS 出てるんですよね。ほんとだ、意外とこの APU 使える。シーンを重そうなところに変えてみます。100以上は維持できないけど、60以上はキープしてる感じね。ですね。スライムがたくさん出ても平気そうですね。さすがにモンスターの大群にはきつそうですが、ということで結果はこちら。とても快適の8990でした。では次。ファンタシースターオンライン2ニュージェネシス。こちらは10倍速でお送りします。設定はフル HD のフルスクリーン設定となっております。ただやはり最近のゲーム系ベンチ、フレームレートはあまり出ていませんね。そしてスコアがなぜか出なかったので、フレームレート的にはかなり低い印象で終わりました。では次。ファイナルファンタシー14。新しい FF14 ベンチマークもやってみました。設定はフル HD の標準品質デスクトップパソコン、フルスクリーンでやってみました。先ほどの PSO2 といい、最近のゲーム系ベンチになってくると、フレームレートが上がりにくい印象ですね。最近のグラボの性能がいいから、古い内蔵グラフィックだとなかなか辛いわよね。ですね。ということで結果はこちら。4804の普通判定でした。設定変更レベルの低さかと思ったら意外と出たのでびっくりですね。ま、標準品質ですけどね。では最後にゲームもやってみましょう。フォートナイト。設定はフル HD で 3D 解像度と描写距離はマックスで、その他は最低かオフにし、ハイパフォーマンスモードと呼ばれる GPU 性能が低いものでも快適に遊べるモードにしてみました。このハイパフォーマンスモード初めて使ったんですが、上空ではフレームレートが100近く、降下時でも60から100近くを出していて、今いろいろと漁ったりしてますが、100を超えるフレームレートが続いているんですよね。え、内蔵グラフィックってこんなにフレームレート出るの？私も初めて使いましたが、このフレームレートなら結構普通に遊べるんじゃないかなと思います。確かにそうね。シュララ。今回は久々にハードオフで購入した、ジャンクの APU。ライゼン 5-2400G のご紹介でした。今回も結局はラッキージャンクってことだったのね。ですね。でもこんな APU 何に使うの？はい、AMD のマザージャンクとかの検証用に APU が1個欲しいなって思っていたので、今回は値段的にもそこそこだったので購入しちゃいました。あー、なるほど、そういう理由なのね。そして次回。突然何？シュラミちゃん、こちらをご覧ください。え、それってオープニングに使った箱じゃ？あれ、なんか違う。なんとこちらライゼン 5-5600G になります。え、あんたそれどういうこと？え、いや、どういうことって、それはその、ということで次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。あ、え、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけんポン。またね。